から、その他古城の上に敷く敷き川ですね、今虎の川とか氷の川を使うんですけど、三味が一つで敷きが取られ古城がたらたらしますで、そういったこの大武器、これは古城の上、それから五味の山城の使いにふさわしい杉枝さんが入ります。これは花形じゃなくて杉枝だけなんです。これはやはり五位の位を象徴するそういう方なんですね。でその後ろには当然古城とか高田の方とか、それから高田もさらに最後こういったものを土地が保っていく。
その馬の後ろからやはり大黒色に鮮やかな体なんですが、明朝使い、これも特にないんですが、背中には、やらずに持っている。そして、タモリは完全な区間、これが全くの区間の共同コース。6位で、目の馬を担当している役員である。したがってこれも後ろから自分が落とすものが見たかった客も目が飛んでいる。それが次が言うキッタです。キッタと言いますと、これはまあ高級な乗用車です。牛が引いてるわけです。残念ながら、この牛の力はありませんので、大勢人が周りにおります。牛の周りに人が失敗を起こしているわけです。もう今やこれは、人生の話でも人生じゃないです。人生というのは実はものすごく悪いものなんですね。馬が暴れかけますと、ものすごいスピードで走るんですね。芝木戸なんかには、車が漫画に向かってくるはずで、自分は分かれてるんですが、こちらの後の中に、源の大光、その大井祭りの行列を開いたのに、一社を開いたのに、4人の士が乗って、そして神奈川の一社と。ところがものすごく揺れて、車を移動してしもたために、もう髪の毛が出てしもてて、手が止めたら、行列は行ってしもてたということが、こんちゃく物語の中にあるんです。なぜこんちゃく物語にその話が出てるかというと、宮本の来光のような裏物でも、一社の揺れが弱い、まあ、そういう話なんですね。まあ、宮本の吉永が見てくれているかという話があります。まあ、随分乗り越しておるかと思うのようです。で、実車はこれが滑れば4人乗れます。で、実車というものはこれ、後ろから乗って前へ出るものなんですね。で、その次が、この、まあ、シードルといいますか、そういった色の消毒をつけた人たちが、6人生まれました。まあ、その前に、和音こと、マリーの生まれたことを向くで、このマイピゾーというのは両者の両ガムの野党の字でアスマートビというマイコーマゴそのことです。まあ、これは若い区間が公約をするわけです。これはやはり、マイ消毒なんですけども、カムリはやはり点検を置いたりがあり、さらに点検療法を進み、股間の消毒で、まあ、分けたんです。だからこれは、実際に車窓の地で、その祭りをするために、アスマートを舞うために、食事にお供して、というので、あと年末が学校と部分たちを明治というのはどうして、特別な命令で